こんにちは、インディーズの拓也です。今日は脇の浜の話をさせていただきます。ふ頭にはですね、ご存知の方も多いと思うんですけど、横浜と脇の浜2つのビーチポイントがあります。意外と行かないことが、行くことは少ない、と思われがちな脇の浜ですね。要因はいくつかあると思うんですけど、横浜がすごく面白くて、横浜で、結構完結しちゃうというのもあると思うんですけど、一つは、ちょっと向き的にうねりとか風の影響を受けやすくて、出入りがしづらかったりとか注意がついたりとか、横浜はオープンなんだけど脇の浜はクローズとかっていうような、ことが多くて、オープン率が少しだけ横浜と比べると低いっていうのが、一個。そして、スロープがですね、潮が引くと結構出入りがしづらいから、家ギジとかしやすい方がいいかなっていう風に、横浜の方を選びがちっていうようなところですね。ここまで聞くと鋭い方はちょっと気がつくと思うんですけど、これからの時期はですね、日中に満潮が来る、干潮もそんなに引かない、西風で海が穏やかになる、となるとね、脇の浜も十分にダイビングの選択肢になってくるということでですね、早速結構久々に脇の浜に、行ってきました。ちょっと様子とか見られた生き物とか、をお見せしていきたいと思います。じゃあ見てみましょう。どうぞ。はい、景観はこんな感じ。右側の白い灯台見えますか？その向こう側が横浜という感じですね。エントリーエキジットのスロープは1つだけなので譲り合いながら使っていきます。足元を見てもらうと分かる通り、ゴロタがね、しっかりたまに掃除はしてはいるんですけど、ちょっと出入りが潮引くと大変かなという感じですね。エントリーしていくと水いいですね。最高ですね。横浜とやっぱりこの向きが違うっていうのは、光の入り方の角度も違ったりして、このエントリーして顔つけた瞬間の感じいいです。でブリーフィングでも必ず話をするんですけど、横浜は溶岩 の影響を受けた根が多くて、脇の浜は岩が多いんですね。これによって生き物の生息する環境が大きく変わってきます。これはまた海でお話ししましょう。そしてもう一つの大きな違い、砂の質ですね。横浜とは違う目の粗い重たい砂が、広がってるような印象ですね。これによってどういう風に生き物が変わってくるのか、これもまた海でお話しします。今回はガイドロープ沿いに真沖に結構泳いだエリア、土管のエリアという風に言うんですかね。ずっと進んでいくと開けた砂地に大きな岩が点在する、ここに生き物が集中するんですね。今はこのエリアが暑い。岩場を抜けて沖に出ていくと土管が、この土管ですね。土管ですよね。遊び方は無限大。タイミングによっては念仏台とかも群れたりして、ソフトコーラルと合わせていい絵になります。でこのエリアにいろんな生き物がいるっていうわけですね。これは黄門カエルアンコウですね。去年はすごいカエルアンコウいろいろこのエリアで見られてました。今年もちょこちょこ情報が上がってくるはずです。今年はミノ系のちっちゃい子たちがこのエリアにすごい集中していて、もうこれたまらんですよ。2センチぐらいですかね、熱帯ミノのちびちび、めっちゃ可愛いです。で花ミノのちびもいますよ。これ2センチ3センチぐらいですかね。めちゃくちゃいいステージですよ。この時期もう最高に可愛い。ちょっと透けてて鳥がやりますね。ベニカエルアンコウも横浜ではもう全く見なくなりましたけど、いらっしゃいますね。目の色が非常に綺麗です。わさわさとはまだちょっとこれからっていう感じはしますが、ベニクダウミヒドラも見れてます。冬の風物詩ですね。ベニクダウミヒドラ言えますか？おいでもってやっぱこれですよ。ニシキウミウシにウミウシカグレービー、このセットはずるいですよね。言えますかこれももうこの海の生き物ってこんなに色鮮やかなのかっていうのを本当に感じさせられますね。はい、こんな感じでですね、特性が結構違う横浜と比べてこんなにこの隣同士の近い距離にあるポイントなのに地形だったりとか、すなわちの特性が違うっていうことで見られる生き物が結構ガラッと変わったりするのが面白いところでですね、横浜2本脇の浜2本の1日4本ぐらい潜れるともう最高なんですけど、なかなかね迷いますね。どっちにしようか。横浜1本、2本潜りたいな。脇の浜でも2本潜りたいな。難しい。1泊2日ですね。横浜2本脇の浜2本の1泊2日外で潜るっていうのもあれなんじゃないかな。もう最高です。そんな感じでですね、これからすごくこう、潜りやすい、脇の浜に潜りやすいシーズンになってくるので、ぜひとも行きましょう、脇の浜。そんなお話でした今日は。というわけで脇の浜もいいよという日です。ではまた。